ネフロンとは、腎臓の基本的な機能単位であり、腎固定とそれに続く一本の尿細管のこと。人間の場合は左右の腎臓を合わせて200万個ほど存在し、各ネフロンでろが、再吸収、分泌、濃縮が行われ、減量が作られていく。腎臓の皮質部分に位置する。腎固定には一本の輸入細動脈が入り、一本の輸出細動脈が出ていく。 人固定に入った輸入細動脈は分子して毛細血管となり塊を作る。この塊を糸球体という。糸球体を形成する毛細血管は再び一本に集まり輸出細動脈となって人固定から出て行く。糸球体は傍慢脳で包まれており傍慢脳からは一本の尿細管が出ている。細尿管は人皮質から 人髄室の方へ下行し、この部分を近位尿細管と呼ぶ。人髄室へたどり着くと尿細管は狭くなり、U ターンして再び皮質の方へ上行する。この U ターンする部分をヘンゲループと呼ぶ。そのまま上行して皮質へたどり着くと尿細管は輸出細動脈と接する。この接する部分を子宮体近接装置という。子宮体近接装置を経た。 尿細管は、遠位尿細管と呼ばれる。遠位尿細管は再び随質の方向へ、下行しながら、互いに集合し、集合管となって人随質を貫通して人務に開口する。糸球体を構成する網放素血管では、血球成分や大質量のタンパク質は漏れ出ず、結晶成分や体内の毒素だけがろ過されて、傍慢の上流れ出る。 漏れ出なかった血液成分は再び一本の輸出細動脈となり人固定から出ていく。一方、糸球体でろ過された毒素などは防慢脳で受け止められ尿細管へ流れていく。尿細管壁では子球体から流れ出た水分や栄養を再吸収したりろ過しきれなかった毒素をさらに排泄したりして原尿を作っていく。子球体近接装置では 原料の水量や毒素濃度などの情報を輸出細動脈へ伝達する。これを受けた輸出細動脈は血圧を調節するホルモンを分泌し腎臓への血流を調節する。尿細管における三塩基平衡の調節。ありがとうございます。